SCP-7-J は未だ確保されていないため、この写真は同一商品として販売されている通常のマフィンのものです。アイテム番号 SCP-7-J オブジェクトクラスユークリッド・ケテルクラスへの再分類が予定されています。特別収容プロトコル SCP-7-J の所在は現在のところ判明していませんが、第一発見現場がブレイク職員とヤン職員のオフィスであることから、サイトの外部には出ていないものと考えられます。後ほど、偵察部隊シータによる施設内の徹底捜索が行われる予定です。SCP-7-J がどのような性質を有しているかは不明であるため、職員各自は SCP-7-J に迂闊に接触することのないよう十分に注意してください。説明、SCP-7-J は、財団のメンバーであるエアン職員が所有していたブルーベリーマフィンです。当初は通常のマフィンと思われていたものですが、後に特異的性質を有することが判明したため、SCP として指定されることになりました。SCP-7-J の異常性が発覚したのは、年、月、日、ブレイク職員とヤン職員の昼食休憩時間中のことです。休憩中に電話連絡を受けて席を外したヤン職員は、しばらくして席に戻ってから、机の上に置いてあったはずの SCP-7-J がなくなっていること。さらに SCP-7-J が残したと思われる正体不明の物質がブレイク職員の唇に付着していることに気づきました。ブレイク職員は SCP-7-J に注意を払っていなかったため、どのような手段で SCP-7-J が姿を消したのかは明らかになっていません。当時に行われた議論の記録は以下の通りです。電話を終えた後、部屋に戻ってきて、あれ？おい、俺のマフィンはどこだ？え？じゃないだろ、届けるな。お前は人のマフィンを食うのか？そんなにマフィンが好きなのか？俺は何も知らないって。本当だよ。それじゃあ何か、マフィンが勝手に歩いて部屋から出て行ったとでも言うのか？はあ、俺に言われても。ほら、ひもぎまくてんしみたいなコンクリートの彫像とか、絶対に死なないクロコダイルとかがいるんだから、自意識を持ったマフィンがいたっておかしくないんじゃないか？そうだ。きっとそうに違いないぞ。こいつは大変だ。いや、犯人はお前だろ。口の周りに食べカスがついてるじゃないか。何てこった、俺の口にこんなものが。おい、報告書の用紙を取ってくれ。すぐ医務室に行って検査を受けないと。お前、いい加減にしろよ。その後の検査で、ブレイク職員の唇に付着していた物質は SCP-7-J の一部であることが確認されました。SCP-7-J がブレイク職員の体にこのような痕跡を残していった理由、及び方法は不明ですが、検査結果によれば長期にわたる健康上の影響が生じる恐れはないとのことです。万一の可能性を考慮し、ブレイク職員には検疫施設にて3日間の待機が命じられています。なお、サイト内に存在するマフィンやその他同種の食品が SCP-7-J、あるいは SCP-7-J を生み出した原因と思われる財団組織そのものの影響を受けて動き出すことが予想されるため、SCP-7-J が確保されるまでの間、カフェテリアには武装したセキュリティスタッフが常駐して警備に当たる予定です。